突然ですが、本日は皆さんに、悲しいお知らせをしなければなりません。遊戯王ボル1の時代より、ずっと一緒に頑張ってきた、デーモンビーバーくんが、この度、お亡くなりになりました。デーモンビーバー、はぁ？誰だよそれ、っていうか、お亡くなりになりましたって、日本語的に合ってんのかよ、というデュエリスト各位におかれましては、歌えない方のビーバーだと考えていただければ、よろしいかと存じます。寛容なのは、2020年7月4日発売のストラクチャーデッキ、精霊術の使い手において、痛ましい事故が起きてしまったという、一点である。そう、事故、トラブル、トラブルダークネス。いや、あそこと話のポジを戻すが、こちらのストラクチャーデッキは、以前、コナミさんの公式データベースにて行われた、ストラク人気投票で、見事第3位に輝いた、霊使いをテーマとしている。すでに商品化がなされている、シャドウル、三元魔とは、いわば兄弟のようなものである。ぶっちゃけ、今回の動画では、薄汚いどんぐりマニアの話よりも、箱入り娘、かっこだれ馬について語りたい。というわけで、早速語っていくのだが、そもそも霊使いが初登場したのが、今から15年前、ザ・ロストミレニアムにて収録されたノーマルカードが、今や一大人気テーマとなっているのだから、感慨深いものがある。確かに、その人気の高さゆえか、これまでも、霊使いには、定期的なテコ入れや、新規カードの投入がなされてきたが、いずれも属性強化といった側面が強く、霊使いとしての機能の充実は、長らく多くのデュエリストたちに望まれてきたことだった。加えて、本ストラクには、過去に1万円を超える価格で取引されていたプロモーションカード、上位覚醒がいよいよ再録するということで、いきり立って、いや、失敬。いても立ってもいられない同志たちも多いことだろう。各有私も、その一人だ。さらに、ストラク化には付き物の、新規カードももちろん収録され、大霊術一輪は、霊使いを、テーマとしてまとめ上げるだけのポテンシャルを備えていた。これが、花びら大回転ちゃんですか？さらにさらに、だ。今回の霊使いストラクが、先んじて発売された、シャドウル、三元魔と一線を画すポイントとして、憑依装着シリーズには、なんと、イラスト違いがランダムで収録されている。これが、忖度ちゃんですか？しかも、ランダム。これは、ガンダム。よろしい、ならば戦争だ。吊るされた糸が見えているのに、そこへ食いつかなければならない豚の気持ちが、コナミさんにわかるか？わからないだろうなぁ。そして極めつけは、本ストラクを購入すると、スーパーレア仕様のトークンが、1枚ランダムで手に入るというね。入る、こんまい。なお、前後種類。またランダムですか。クソで固め息。ついでに、同日、コナミフレンドリーショップでは、くっそ可愛いスリーブも発売するからなぁ。見とけよ見とけよ。いや、見るだけにならないよう、予約しておいた方がいいと思う。かっこマジレス。友達もお金で買うこんな世の中じゃ、ポイズン。そういえば、地属性のくっそ汚い陰獣が、杖の先でうろちょろしてたらしく、精霊術で消し済みになったらしいですよ。ちょっと地属性になってくるわ。ご視聴ありがとうございました。